細かい。そう。これショック。結構長いんだよね、ショック。6日です。5時54分、5時20分、破水23分、タクシー呼び出しました。元気にサワラ生まれてくるでしょうか。待ってます。レイナも頑張ってます。2022年6月6日の5時56分、5時20分ごろ破水しました。レイナ、5時23分レイナの誕生日の時間、タクシー呼びまして、今病院にレイナ向かいました。ソーラは元気に生まれてくるでしょうか。天気はちょうど今日だけ雨です。ソーラ待ってます。
必要でしょうか。ごめんなさい。ポイントカードをスキャンしました。はい。はい、すみません。ちょうどいたしました。はい、thank you.
ージが高まっています。ワールドカップ開幕まであと168日、日本の今の立ち位置を知るために非常に重要な一戦です。今日の試合変わりません。 FIFA ランキング第1位ブラジル代表です。一方こちら我らが日本代表です。これはもはや親善試合ではありません。世界の列強と渡り合うための真剣勝負、ワールドカップに向けたサバイバルです。左足でアフィーニャもあるでしょうか。ネイマールが蹴り込んで吉田麻也の前、伊東純也が対応しようというところ、おっと裏に抜けるか、いやフレッチがカバーにしました。守るは権田修一、ネイマールの右足壁に当たった、難を逃れました日本。まあここも今一つ河原もありがとう。その後14時50分ぐらいから台盤なかなか出てこなくて、引き続きされてしまうっていう、ここが一つ課題になる部分かなというふうに思うので、うん、チーム全体としてそこをうまく前方にボールを運んでいけるようなビルドアップのメカニズムをみんなで作っていくということがすごく重要なのかな、はい、まあ、勇気も必要かと思いますけどね、それが分かったというのはすごく貴重な体験だったと思いますし、よくやったと思います。実りある敗戦となりましたね、はい、そして森保監督準備整ったようです。森保監督まずはお疲れ様でした。0対1敗戦となりましたが、試合振り返っていただけますか。まあ、選手たちには、チャレンジすること、アグレッシブに戦うこと、そして、我慢強く戦うことを、今日表現しようと、いうことで送り出して、まあ、ブラジル相手に、我慢強く戦うところは我慢強く戦えて、そして、攻撃のところでチャレンジするところは、僕名付け親なんです。お見せいただいてます。はい、で、僕もずっと本当に
直属の後輩というか。あ、そうか、南川先輩なんだ。はい、そうなんですよ。今から14年前、先輩。入門当時のモンゴル人錦氏です。モンゴル人錦氏だよ。何を言ったんですよ。錦氏だよ。ちょっと高いじゃん。なんでこの人まだ置いてんのか。マジで。一軍ですよ。外地軍や。何が一軍ですよ。自分っていやいや、内部から壊そうとしてるだけですよ、この人は。松竹の社員から一番嫌われてますからね。南川はなんでどこ嫌われてる。全社員から嫌われてますね。こんなだって自社のなんかマイナスプロモーションばっかやってるから。ああ、そんな言うなってこの間も呼び出してもらってよ。2022年、6月6日に午後の2時42分、3024g、ソアラ生まれました。おめでとうございます、ソアラ。レイナもお疲れ様でした。いやー、すごい一日でした。ありがとう。よく頑張って、ソアラも生まれました。レイナはめちゃめちゃ頑張ってました。陣痛が来て、破水が起きたのが、6月6日の朝5時20分。その日は2時、1時半2時ぐらいにベッドに入って寝ようかってんで、寝れず、その6月の5日の夜8時にお印が来て、ちょっと締め付けるようなこう下痢のような症状のお腹の少し締め付けるような感じの症状が出てたんですけど、夜は問題なくそのまま寝ました。ただレイナは、2時過ぎ眠れないまま朝、おしっこ何回か行ってたらお腹のところでブチっていう音がして、目が覚めて、トイレ行ったら破水していたということで、5時20分に電気がついて、破水したと聞いてびっくり。ベッド入って2時間3時間もたたずお互い眠れてない状況で、すぐにタクシーは連絡しまして、レイナのおかげでしっかり準備はしていたくれたので、自分はタクシー呼ぶだけでしたけど、タクシー呼んで、5時45分ぐらいにはタクシー乗って、レイナはそのまま、砂町クリニックの方へ行きました。5時50分、6時前ぐらいには着いてんのかな。自分はとりあえず様子見っていうことで、また現地に到着するか、いつこう出向けばいいかとかいうのまた指示があるようで、自宅待機っていうことになりました。まだその出る時にはレイナは全然、ちょっとその夜ぐらいに締め付けるようなお腹の痛みよりは来てたようなんですけど、ただそれも陣痛というほどでも呼べるほどでもないような感じの印象でした。でも何かしら来てんのかなっていう感じで、したね。で病院について、お
互いの家族に報告の LINE を入れたりしながら、徐々に陣痛の間隔が短くなってるよっていうことを報告受けて、いよいよかという感じでした。自分は、まあ、午前出社の午後をお休みいただいても間に合うのかなとかっていうことも考えたりもしたんですけど、まあこんな一大事ね、こんな人生になかなかないことを経験させてもらえるこの時間とタイミングも含めて、お休みをいただきまして、このそわそわドキドキな時間を朝から連絡取りながら、そわそわしてたという感じです。で、朝の9時8時まあちょっと5時半起きだったんで、まあレイナーはもっときつかったんだろうけど、全く寝れてない中でどんどん陣痛の痛みが来るっていうところで、自分も、出れるようには準備は徐々にしていて、11時ぐらいかな、もう朝の7時、6時ぐらいには着いて、レイナは7時ぐらいには、点滴、促進剤も打ちながら、陣痛3分間隔ぐらい、結構一気に来てるなっていう印象でした。で、7時15分には陣痛やべえっていうことも言ってるので、結構すごい、もうソアラも出たがってんだろうなっていう感じですね。朝7時からあたかんね。で、そこから朝の朝食も出されたようだけど全然食べれず、まあどういう状況かっていうのを LINE で随時聞きながら、ただ1時間経っても3分程度の間隔、まあ、ご飯もあんま食べれてないっていうところで、陣痛の動画も送られてきたけど、めちゃくちゃもう痛そうな感じ、9時半のね動画、頑張ってるなーっていう感じでした。子宮口の大きさがその時で4センチ、6時に到着して9時50分、10時頃には4センチっていうことで、だいたい10センチもっちょいでもう準備完了全開っていう感じなのかな。だから4センチで結構苦しそうだったんで、どんな戦いになるのかっていうところ、粘り強くレイナ頑張ってました。で、自分も お休みをいただいて、ご飯炊いたり洗濯物さっさと回したり、なんかできることっていうところで最低限のことをして、飯食べて、動ける準備とを進めてたかなっていうところです。テレビで、まあ、今日一日雨っていうのは、それの前の週とかはしっかり晴れて暑い日が続いてたんだけど、ちょうど今日の月曜日からは大雨、その前々日とかも氷が降ったりとか、結構、変動の時期で、たまたま6月の6日今日は梅雨入りの時期っていうところでね、別に晴れがいいとも思ってないですし、なんかいい節目のタイミングでソアラのタイミングだなっていうふうに思ってます。で、近場で待っててっていうことで10時半頃連絡があったんで、自転車で、10分15分以内ぐらいで着くとこだったので、
カバンを持ってもうちょい軽い格好で行こうかと思ったんだけど、カバン持ってって、正解だったかなと思います。で、着いたけどなかなかお呼びがかからず、まあ30分あとちょいで呼ぶからっていうことで来て、まあ30分15分30分ぐらいで呼ばれるかなと思ったら、そこから、1時間外で、待ち冒険、40分50分ぐらいは、そのクリニックの、すなわちクリニックの前のところで待ったり、近くの交差点、コンビニで、飲み物買ったりして入れる準備をしていたんですけど、お呼びがかからず、結構意外に1時間半とか待つのかなと思って、近くのニトリに行って10分15分したら連絡ありまして、横の扉から入っていいよっていうことで入室しまして、で、アルコール消毒とちゃんと検温してくださいっていうことで検温して 36.7 度、ちょっとなんか高かったんだけど、まあ全然大丈夫なんですけど、で入って、レイナのいる分娩室だね、あれは奥の扉の分娩室に入ったら、レイナがやべえよっていう第一声を言ってて、で体を看護師さんの助産師さんの方から腰のあたりをこう腕のこの腹でもう思いっきりこう押してあげてくださいねっていう指示を、腰をさすってくださいねっていう指示を受けて、まあいろいろ聞いてたりとか、なんとなくイメージな部分で、あ、そういうことをするのだなっていうのは分かってたんだけど、レイナの体を触ったらめちゃくちゃ熱くて、めちゃめちゃここまでの、だから6時に着いてからの、自分が合流したのが、12時半なので6時間ずっと痛みに耐えて頑張って、しっかり呼吸して冷静にやってんだなっていうのを思って、自分ができるのはまあ促せるような角度の腰の痛みが来てるところなのか分かんないけど、もう強く陣痛が来たタイミングには押すっていうところ、さするっていうところで、中の空間もちょっと結構じっとり熱い空間だったんで、なかなか大変な瞬間でも立ち会わせてもらったなと思ってます。看護師さんも、まあ、冷静に見ながら、でも徐々に段階踏んでるような指示、もちろん自分らだけの出産だけじゃなくて他のお客さんの、その入ったタイミングでももう5、6名他のお客さん、子供が生まれるのか検診なのか、いろんなタイミングの女性の方がいた中での自分らの出産へも向けてくれてるっていうところで、非常に大変なあの狭い空間の中でありがたいなと思いつつ、無事に生まれてくる、来てほしいというだけでした。で、レイナが生きむタイミングを、段階を踏んでどん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 強めてね、生きむっていうか呼吸と体勢を変えながら、ソアラがだからどん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 下に降りていって狭い道を出ようと、お互いね、レイナとソアラが一緒に頑張って狭い道を徐々に広げていって、徐々に徐々に降りてきてたのかな。で体勢を変えて、でもソアラもなんか珍しい体勢だったらしいよ。普通はだからこう足があったらこっち向きで出るのかもしれない、顔がねこっち向きなんだろうけど、こっち向きだったのか
わかんないけど。だからこう、うまくこう、出てきづらかったのか。結構手前、いいよいいよっていう順調に行ってからの、レイの粘りが、1時間ぐらいかな。順調に降りてきている中で、最後のもう一押しっていうところが、からが結構頑張ったとこだなっていうところ、いろんな看護師さん、レイナの見てもらった看護師さん多数集結、その中にベテランの助産師さんもこの角度でこう押すことがいいんだよねみたいな話し方をしていて、めちゃくちゃ信頼感というか経験というかを感じさせてもらったなと思ってます。で、担当でずっと主導的に付き添ってくれた助産師さんもね、しっかり褒めてもらいながら、いろんな対策、いろんなパターンでどれが最善かっていうのを見極めながら、一回その出てき降りてきたタイミングでなんか脈の測ってる位置が悪かったのか、常にトクトクトクっていう安定してた脈の音が、弱まった、自分はちょっとそこまでわからなかったんですけど、130から140ぐらいでずっとトクトク推移してた数字は見てたんですけど、それがなんか60まで落ちたとかって言って、看護師、助産師さんが先生を呼んできてっていう緊急の電話をされ始めた時には、あれ一瞬これはなんか良くない方向向かってんのかなとも思ったりもしたんですけど、まあそのタイミングで先生方が駆けつけたタイミングで生き身をやめずにやったレイナのおかげか、またちゃんと脈取れるゾーンに来たのかで、しっかり安定した脈をソワラがね、取り戻して、もともとあったと思うんだけど、多分位置が悪かったと思うんだけど、でそのまま順調に出産まで行く流れとなった感じかなと思います。その現場常に見てくれた2人の助産師さん、主導的に動いてくれた人と横で補助になってくれた人、ベテランの人と途中で来てくれた人は3人から4人、それとは別で3人から4人ぐらいちらーっと見に来てくれたかなっていうところです。で、そうだね、それで、なかなか息む方法、一回呼吸をしっかり鼻から吸って、もう一回吐いて、お腹を膨らまして吐いて、もう一回膨らまして、で痛みが最高に来るときにコカッとね、ソワラを出す、お腹の動きを前傾姿勢でして徐々に押し出していく。手動で見てくれてる助産師さんもソワラが出やすいようにこう穴をこう、レイナはもう何やられてるか分かんなかって言ってたんだけど、俺は物角度からも見えないんだけど、ただやってる行動は見えて、こうぐーっと穴を出やすいように、ソーラーを出やすいようにこう何度も円を描いてるようなイメージの動作をしてたかな。そんなぐるぐる回して大丈夫なのかって思ったけど、ただそこから結構悪戦苦闘してたのも分かって、それが順調なのか順調じゃないのかも分かんないんだけど、ただレイナも息む、しっかり押し出すのを一息で、10秒20秒ぐっと我慢して、ちょっとずつね降りてきて、そうで、それでもなかなか出てこないなと思って
その手動の助産師さんも後ろでこうカチャカチャハサミとかね、いろいろ器具用意してくれたりしてたから、ああこれ切るのかなとかと思ったりしたんだけど、でもそのままその繰り返しをね、レイナと助産師さんの二人三脚で穴を開けながら大きくしながら、レイナの顔ももうほんと踏ん張りと息みと呼吸と声とマジで想像でする男では、まあ、経験できないというか考えられないような痛み以上のものを経験しているなぁと思いながら、その助産師さんとね一緒に呼吸を合わせて、自分はもう後ろからさっさっする前鏡になった時だけはちょっと前鏡になるかなって押したりとかしたけど、何にも微力にもなってないなと思いながら、でもその現場をソアラがしっかり生まれる場を見ようと思って、助産師さんの力をね、見ながら、その繰り返してる中で徐々にその助産師さんのここが抜けたっていう感覚、全部開いたよ、開いた、ここの取っかかり抜けたみたいな感覚をレイナも分かってあともう少しっていうのも感じてたのかなと思います。でもうあとはその繰り返しを1回の呼吸で1回の押し出し、それはだから2分3分に1回2分3分に1回っていうのは何回繰り返したか分かんないけど、徐々に出てきて、もう助産師さんも頭も触れてる、見れてるっていうところで、もう最後は助産師さんがもうここは一回呼吸して落ち着きましょうって毎回言うんですけど、そこも乗り越えてレイナが産みたいっていう意思で、いつもそこは落ち着いて2分3分でまた一呼吸置いての息みじゃないところをさらに押し出して、自分のアングルからはこう毛が、まあ、頭からね出てきたんだけど、のそっと頭が出てきて、で下半身もごそっと出てきてね、すぐにソアラは高い声で泣いてました。すごく感動をしました。レイナも、めちゃくちゃ頑張ったなと思いました。無事に、元気な姿で出てきてよかったなと思いました。産声を上げて、命をつないでくれたなと思って、ありがたい、ありがとうございました。ソアラもレイナも、声がソアラ高いなと思って、可愛い声してんなと思いました。レイナも本当に産む、出かける前からよしもう今日産むぞっつって気合がもうすごいなと思ったし、産んでる最中も頑張ろうってすごいメンタルだなと思いました。よくソアラもレイナも頑張ったなと思いますソアラは、2時42分6月6日ね、2022年6月6日2時42分、なんかすごくゾロ目じゃないけどいい数字のつながりなんじゃないかな。こんな梅雨入りした日でもあり、雨も土砂降りだけど、季節的にはねもっと晴れてもいいタイミングだけど、なんかそれもまた一つの思い出かなと思います看護師さんね、なんか初めての経験だから
助産師さんもこう信頼どこまで信頼できるのかなとか、そっけないのかなとか、なんかそういうこともやっぱ思うのが大半、自分は結構思う派なんですけど、やっぱりしっかり生まれて、生まれさせてくれて、どこも切らずね、レイナも頑張ってやれたっていうのはマジで本当にすごいことだなと思ってます。その後は、ソアラはへそのを切って、助産師さんにいろいろ計測してもらいながら、レイナの方は胎盤除去、その胎盤がまたあれもしっかり見れるような角度ではないんだけど、それでもゴロッと大きな肝臓みたいな、あのレバーみたいなでかいレバーだね、ドロッと出てて、それに取るのにちょっと悪戦苦闘、手動でやってくれてた助産師さん、なんか出し方がこうくるくる回したりしてたんだけど、出しづらかったんだろうけど、男性の先生に見てもらって、でそこはまあ切っても大丈夫だよっていうような話をしてたら、あ、ちゃんと取れたよっていうようなことを言ってたんで、これで本当に一安心だなというのを思いました。で、ソアラを、まあ、いろんな計測してもらってる間、レイナの処置というか、とはいえやっぱり自然分娩だよね、これは。促進剤は打ったけど、でも自力で産んで、っていうところで、お股の方がちょっと下げちゃった、2センチぐらい下げちゃったっていうので、そんなこと聞いただけでも男はびっくり仰天なんですけど、男性の院長先生か分かんないけど、麻酔打って、塗ってきますねっていうことで麻酔の方も結構俺から見てるとね、こんなチューって3、4か2回か3回打った上で、どういう縫合したのか分かんないけど、そんなこともレイナは頭に前に受けてる命を産んだ上に、そんなことも当たり前にこなされてしまうレイナには頭が上がんないなというか、本当にお母さんはすごいです。もう最後は気合で出してきたからね、びっくりびっくりでした。それで、お母さんの方に、レイナの方に抱っこしてもらって、で、レイナの方の処置、きれいな、きれいきれいする作業があるんで、自分の方に抱っこでバトンタッチ、廊下の方でソアラを抱っこして10分15分ぐらいかな、ずーっと見てたし、ずーっと見れるし、なんか呼吸が、くしゃみを2、3回してたけど、不思議な感覚でした。光が眩しいのか、結構暗闇のところをいたんだけど、ちょっと光のところをやると目がくるくるみたいな感じになってて、でもしっかり自分のこと見てくれるし、この GoPro も覗いてくれたし、どんな子に育つんでしょうか。ちょっと奥二重っぽいから、もう二重は確定してんのかな、まつげは長くなるのかな。もみあげが結構長かったけど、どんな感じで髪の毛になるんだろうね。手のシワと
と爪もしっかり生えてたし、最初泣いただけであとは泣かなかったね。ソアラはおとなしくいい子ちゃんしてました。抱っこした時からもソアラあったかかったからね。ずっとレイナのお腹の中であったかく育ってたんですね。いやーすごいね。抱っこしてても身動き取るとなんか力強かったし、3000g、 2週間、だから予定日が6月の22日だから2週間後、6月の6日なんで、1週間、2週間と14の15、16日前倒しで生まれたけども、 3000g だからね、順調そのものでした。よかったで抱っこ終わって、動画のなんか動画視聴、動画撮影あんまダメみたいなの書いてあったから、隠し撮り GoPro でしちゃったけど、でも部屋戻ったら動画も OK でしたね。レイナに渡して撮影タイムに入って、まあだから自分も思いはあるけど、レイナの子供への思いはもう誰よりもあるなと思ってます。だからそれに応援する形で何が応援できるのか、もちろん自分の子供だからね、どんな風にしていくのか、いろいろたくさん一緒に見ていけたらいいなと思ってます。どっちになるかね、この眉間のシワと、あとはなんだろうね、この辺はレイナに似りゃいいなと思うけど、眉間のシワはついてくるのかな。撮影タイム終わって、看護師さんにお礼を言いまして、で、今はコロナの立ち会えたんでめちゃくちゃ良かったんだけど、タイミング的にはこれが2ヶ月3ヶ月前だったら立ち会いもできなかったっていうので、すごくタイミングも良かったと思います。で今日が月曜日で、とはいえ4日間の入院お休み期間、レイナは会えない、ソアラにも会えないっていうことで、火水木で金曜日の、午前中退院っていうことです、まだちょっとこんな狭いところで申し訳ないんですけど、次移ったとこも広いんですけど古くて申し訳ないんですけど、でも司法さちね、親戚の司法さちも近くにいるんで、一緒に早く遊んでくれたら嬉しいなと思いますですね。なんで朝から、朝5時半起きからの12時間の死闘だね。無事レイナを終えてくれて、なんか眠気、レイナの方がもっときついのはあるんだろうけど、眠気と子供が生まれたっていう非日常と、子供が生まれたっていう幸せと不思議な感覚、総合してめちゃくちゃ幸せな感覚だとは思ってます。こういうこと、人が生まれるっていうのは多分というか、その人にとっては一度っきり
だよね。で、家族が生まれるっていうのは本当に数えるほど。だから家族っていうのは不思議なもんだなと思いますし、このなんか高揚感というかふわふわしたこの気持ちっていうのは家族、新しい命の喜びなんだなと思います。なかなかこう人が最近は、おばあちゃんが亡くなったのが3年前ぐらいかな、そこまでは結構ブランクがあった分、なんかこういう家族ごとの喜び悲しみっていうのがなかったんで、やっぱり家族っていうのはなんか不思議な縁なんだよなと思います。こういう感覚にさせてくれるのは非常に、亡くなってしまうおばあちゃんのことももちろん感謝を改めて思うし、新しい命が生まれてきて嬉しいっていうのも感謝、まあ、不思議な気持ちは嬉しいと悲しいって、亡くなった場合はあると思うんだけど、新しい命は嬉しいっていう気持ちになると思うんだけど、どっちにしても感謝なんだなと思ってますというところで、5、6月7日になりましたので、感想を終えさせていただきます。ソアラはどんな風に成長するのでしょうか、楽しみにしてます。おやすみなさい。